皆さんこんにちは。大分の高っち親方です。さあ、まあ、以前お知らせした通りですね、まあ、先日の大分学府検定、まあ、私、まあ、おかげさまで1位をいただきました。そしてですね、合わせて辻野勲記念賞という賞もいただきました。これはですね、まあ、大分のことをですね、大分県民をもっと知ってほしいということで、まあ、県内各地のですね、まあ、3カ所のですね、まあ、体験もののですね、賞なんですけども、まあ、今年は新型コロナウイルスの関係で、まあ、その各そのいつもお世話になっている3カ所から、それぞれ贈り物ということで、体験ではなくこう、まあ、美味しいな、まあ、お土産系をですねいただくということになりました。これ随時ですね届くようなんですけれども、今回、私はですね今夜届いたものが、じゃじゃん、見えますかね、湯布院温泉のですね玉の湯様から詰め合わせのですねセットをいただいております。ね、本当にありがとうございます。これからですねちょっと開封をして、まあ、皆様にですねもうご紹介をいたしますので、どうかよろしくお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは早速ですね、玉の湯さんのお土産何が入っているかちょっと分かりませんので、今から開封の儀を行います。あ、失礼しました。それではいきますね。せーのがドン、せーのがドン。あら、マトリョーシカみたいに入ってますが、じゃらん、こちらですね、見えますかね、セット、玉の湯さん、まずですね喫茶店がありますけども、コーヒーのセットをいただきました。ありがとうございます。でこちらがちょっといろいろ厳重にねされてますけども、マヨンヌさんのですね、カボスポン酢をいただきました。ありがとうございます。もう大分らしいですよね。ちょっとこれからまたね、あげますけども。こちら、和牛と椎茸のしぐれ煮ですね。あ、これね、以前ね、私もいただく予定だったんですけどもね。これもね、ありがとうございます。ブルーベリージャムのセットですね。ありがとうございます。リンゴジャムのセットですね。ありがとうございます。でもう一個奥に入ってるんですけれども、国崎のですねひじきの煮物ですね。こう海の幸もあるんですね。本当にありがとうございます。まあ、こちらですね、いただいたものをですねまた食べね召し上がる際にもですねレポしたいんですけども、まあ、これ何回も多分当たると思いますので、今回はまあ商品の紹介のみということでご了承ください。ということで、本当玉の湯様、いろんなですねこの加工品など本当にありがとうございます。まあ、玉の湯さんはですね結構大分学研究会とも非常にねお世話になっております。代表取締役社長の桑野泉さんがですね、まあ大分学研究会の副会長でもございます。でですね、講演は2度お話を聞かせていただきました。まあこのですね湯布院盆地でこう助け合いながらこう旅館が頑張っていくという、まあ、お話をですねなどこう100年の経といって、まあ、100年間かけて湯布院をですねこう保養型の町にしていくなど、そういうお話をさせていただきました。でまたですね、ちょっと私は残念ながら行けなかったんですけども、その玉の湯さんで、まあ、お食事夜しながらそういったホタルを見るという魅力体験ツアーもありました。ね、ちょっとまたね行けてないんですけども、また機会があればですねちょっとまた新型コロナウイルスもかなり心配ですけれども、またこの湯布院温泉そして玉の湯さんにぜひまたお邪魔したいと思います。まあ、皆様もその新型コロナウイルスや交通事故にねお気をつけながらも、ぜひ湯布院の街を巡って、でそして玉の湯さんにでしてですねお寄りいただければと思います。本当に、この度玉の湯様ありがとうございました。そういうことでですね、今回はまあ報告ではございますけれども、玉の湯様の、詰め合わせセットのご紹介をさせていただきました。最後までお付き合いありがとうございました。もしよろしければ、いいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。おかげさまでもう本当に間もなく700名チャンネル登録ね、増えております。本当にありがとうございますし、ですし、まあ、私はまずとりあえず1000人は行きたいんでですね、どうかチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。これからも大分のことをご紹介いたします。それではまた。